今夜9時より15分拡大で最終回を迎えるコンフィデンスマン JP フジテレビ系ダー子、長澤まさみ、ボクちゃん、東出昌大、リチャード、小日向文世、そして第4の男、五十嵐、小手伸也が繰り広げる何が本当で何が嘘か、何重にも張り巡らされたトラップや騙し合いももちろん楽しかったが、毎回様々なキャラクターに扮するダー子の七変化もお楽しみの一つ。最終回を前に、そんなダー子の姿を中心に一挙振り返り、夜桜のうららからスタート、画像提供、C、フジテレビ、コン、フィデンスマン JP、第1話では、冒頭、挨拶代わり、な騙しの手口の鮮やかさに、速攻でハマってしまう人が続出する。その場面でダー子が扮したのが、闇カジノのオーナー、夜桜の霊。画像提供、C、フジテレビ、コンフィデンスマン JP。そして、この回のターゲット、文化芸術やスポーツの振興、自然事業に勤しむ名士だが、実際は経済ヤクザとして暗躍し、日本のゴッドファーザーとも呼ばれる男、公益財団、赤星、の会長、赤星英介、江口洋介、を騙すため、ダー子は3ヶ月で CA になる。赤星を信用させるため、ボクちゃんがダー子の勤めるエアラインの宝刀息子に扮したが、終盤に視聴者の声を代弁するかのように、どこま、手が本当で、どこからが嘘か教えろ、と叫んだ頃には、すっかりこの、コンフィデンスマンの世界、の虜になっている人が多かった。画像提供、C、フジテレビ、コンフィデンスマン JP 第2話リ・トート王編ではターゲット桜田静子の会社にインターン生として潜入画像提供 C フジテレビコンフィデンスマン JP 第3話美術商編は中国人バイヤー、王妃で服に扮して、美術評論家、城ヶ崎善三、石黒賢に接近。その強烈すぎるキャラが大受けだったが、おかよちゃん、16歳、にも盛大なツッコミが。画像提供、C、フジテレビ、コンフィデンスマン JP、また、フリーダ・カーロもとい。フリーダ・ダー子には、こんなメイクでも、綺麗って、の声も少なくなかった。なお、序盤の紛争では、第1話の冒頭に登場したボクちゃんが紛し、他ホスト、心人と書いて、ハート、の源氏名も、なかなか印象深い。そして、多くのキャストが、お気に入り、に挙げている、画像提供、C、フジテレビ、コンフィ、デンスマン JP、リチャードが扮した寿司屋の大将、六郎太も、忘れられないキャラクターだ。アドズバイキオスクド、完成度すごすぎなマリリン・モンロー姿、画像提供、C、フジテレビ、コンフィデンスマン JP、作品史上最もスケールが大きかった第4話、映画マニア編、では、ザワラヤフーズ社長、ザワラヤ務、佐野史郎、を騙すため、中国人女優、マギーリンとして、艶やかな姿を披露したダー子。画像提供、C、フジテレビ、コンフィデンスマン JP、画像提供、C、フジテレビ、コンフィデンスマン JP。しかし、それよりも話題になったのは、マリリン・モンロー姿。こちらはドラマのスタート前に公式ツイッターで紹介されたものだが、本当にすごい完成度だ。画像提供、C、フジテレビ、コンフィデンスマン JP。第5話、スーパードクター編、では、野々宮総合。病院理事長の野々宮ナンシー、
片瀬里乃を手術するために来日したスーパードクターナオミ・ロックハートに。しかし、この会は仕事を選ばない男、ジョージ・松原、山田孝之の登場に、すべてを持っていかれた印象も。画像提供、C、フジテレビ、コンフィデンスマン JP、第6話の、遺跡発掘編に登場したのが、このドラマ屈指のぶっ飛んだキャラ、常滑。あまりにも突き抜けたキャラで、ターゲットであるアメリカ帰りのコンサル、タント、マダライミツル、内村照義は、むしろ全くその正体を疑ってなかった。画像提供、C、フジテレビ、コンフィデンスマン JP、こんな可愛らしい研究員姿でも出演したのだが、画像提供、C、フジテレビ、コンフィ、デンスマン JP、きっと常滑以外でみんなが思い出すのは、画像提供、C、フジテレビ、コンフィデンスマン JP、こっちのアフロ姿なのかも。そして、この中盤で印象深かったのは、第5話で盲腸の手術後にキャラ変していたワイルドリチャード。多くの作品に出演し、様々な役を演じる小日向だが、こういう雰囲気は珍しい。そして、珍しいという点では、五十嵐が五十嵐ではなくダニエル用だったことと、テレビでは全く伝わらなかったカラコンだ。キス顔、画像提供、C、フジテレビ、コンフィデンスマン JP、感動作として評。ファンの高い第7話、家族編、では、元経済ヤクザ、世論養蔵、ニューライタ、の娘、矢島理香になりすました。画像提供、C、フジテレビ、コンフィデンスマン JP、美しすぎるウェディングドレス姿を披露するが、画像提供、C、フジテレビ、コンフィデンスマン JP、このキス顔、僕ちゃんが、ラッキーだったら、と口にし、リーガルハイ、主人公、コミカドケンスケ、坂井雅人、が、ああ、長澤まさみだったらな、とのコラボ状態にも、湧きまくった回だった。画像提供、C、フジテレビ、コンフィデンスマン JP、第8話、美のカリスマ編、では、元モデル、デジョイ、美の総合商社、ミカブランドの代表、美濃部ミカ、妙を騙すため、山形県に住む大沼秀子に、都市伝説となっている美人村の逸話では、画像提供、C、フジテレビ、コンフィデンスマン JP、その美しさで村、中の男たちに言い寄られ、画像提供、C、フジテレビ、コンフィデンスマン JP、その様の目にも止まるほど。画像提供、C、フジテレビ、コンフィデンスマン JP、長澤本来の空前絶後、超絶怒涛の美貌を遺憾なく発揮した。画像提供、C、フジテレビ、コンフィデンスマン JP、第9話。スポーツ編では、人気アプリ、モスモスを開発し、他 IT 企業の社長、桂君彦、小池徹平を騙すため、架空のバスケットボールチーム、熱海チーターズの球団社長に扮したダー子。しかしその前には、画像提供、C、フジテレビ、コンフィデンスマン JP、元中国ナショナルチームの選手になる場面や、画像提供、C、フジテレビ、コンフィデンスマン JP、中学までは有名選手だった志村三兄弟、小沢亮太、飯島空、玉川蓮をスカウトするのに、謎のラップを始めるシーンも披露していた。そんな終盤、きっと多くのファンが、キャー、となったのは第8話の僕ちゃん。
さらに何と言っても、第9話で圧倒的存在感を放った秘密兵器、五十嵐だろう。駆け足で振り返ったが、それぞれの回のダー子の姿を見ると、あんなことあった。このシーンで、など、様々なストーリーの記憶が蘇ってきたのでは。気になる最終回と映画化、画像提供、C、フジテレビ、コンフィデンスマン JP、そしていよいよ今夜は、最終回となる第10話、コンフィデンスマン編。もう十分稼いだのだから、詐欺師稼業から足を洗うべきだ、と忠告し、ダー子とリチャードの元を離れたボクちゃん。1年後、引っ越し業の仕事に就いていたボクちゃんが、新人の鉢巻秀夫、佐藤隆太、と親しくなったことから、思いがけない展開に。また、戸田奈緒、袴田義彦、野間口徹など、豪華サプライズゲストも出演するという。なお、前回のラストにしれっとチャラッと告知された、映画化。続報が待たれつつ、コンフィデンスマンの世界を堪能してきた人ほど、信じられない現象が起きているが、脚本家、古沢亮太まで、本当かな、って、トラップだと思っても、さらに疑いが深くなる人が大量発生しそう。さらに質問を大募集していたが、副音声企画、五十嵐のスイートルーム、今夜はどんな展開になるのか。本編のストーリーと合わせて、気になるポイントがたっぷりの、コンフィデンスマン JP、最終回も必見だ。これまでに配信した、コンフィデンスマン JP、関連記事一覧はこちら、合わせて読みたい、スポコン。に感動の、コンフィデンスマン、映画化発表にファンほど、信じられない、調べ編集部、久畑美穂。